こちらはですね、舞茸の発生室になっております。中はですね、このような形で舞茸がたくさん、うごめいております。こう湿度が高いんで、こうやってあのもやがかかった状態になってますけど、はい。でこちらが、まあ、まだ結構日にちはかかりますね。収穫まで、今日は30、あと1週間ぐらいですかね。あと1週間ぐらいで、でこっちが、まあ、だんだんちょっとずつ成長していく感じで、はい。でこんな感じになって順々に成長していきます。はい、だいぶ大きくなってきましたね。だんだん大きくなって、まあ、この辺だと明日ぐらいに、収穫予定になっている舞茸たちですね。非常に、舞茸のいい香りのする部屋になってますね。はい、こんな感じの舞茸たちでございます。これが本当にね、香りが良くて本当に美味しいんで、一回ね、騙されたと思って買っていただいて、スーパーで売っている舞茸なんかとちょっと食べ比べてみるのも、一つ楽しいかもしれません。ぜひお試しください。では。